それでは配線ダコの設定を行います。ツールバー右から 2番目のレイヤーボタンをタップして6を選択します。閉じます。続いてツール切り替えボタンをタップして上から3番目の投げ縄にして行います。それではちょっと追加しますので、ツールバー右上のブルーのボタンの真ん中のボタンをタップして葉脈を少し追加しておきます。はい、このようにして葉脈を追加して再度塗りたいと思います。